遊びの天才は人生の天才。脳も体も心も遊びで育つ。こんにちは。世界の遊びプレイリーダーの阿部です。本日の遊びはスピード信号です。この遊びは瞬発力だったり記憶の操作、最近よく出てきますね、この記憶の操作という力を養うことができます。まあ、記憶の操作っていうのは何かって、まあ何回か説明はしているんですが、記憶の操作っていうのはですね、自分が今から何をするのかとかを覚えておいて、その段取りを決めたりとか、そういう思い出して何かを動作する作業っていうのが上手にできるようになります。例えば次に自分は何をして何をしなきゃいけないんだ、何をするときにはどう動いたらいいのかなんていうのが分かるようになる遊びなんですね。力なんですね。で、このスピード信号っていうのは1、2、3それぞれでポーズを決めて、リーダーがその番号を言ったときにその動きをする。例えば1って言ったら右手を1にして右足を出すとか、リーダーが2って言ったら指は2を出して右足を左に出すとか横に出すとか、3って言ったら指を3出して足はまた違う動きをする。1、2、3、ポイントになるのは必ず手と足の動きを決めて、それぞれ1、2、3で違う動きをしてほしいんですよね。で、それをリーダーに言われた通り動いていくっていうのはこの遊び。この素早く動く、この脳の動き、この遊びどうするかって、まず動きを覚えるわけです。その次に言われたことに対して自分の動きを当てはめていくわけですね。あ、1って言われたらこれなんだな。2って言われたらこれなんだな。3って言われたらこれなんだな。これが記憶の操作を養うときはすごく大事な力なんですね。ですからこの1、2、3、それぞれのポーズを決めて手と足を必ず使った、それぞれ違う動きを入れてやってみてください。アレンジとすれば、一番最初は右手と右足の動きがいいと思います。右手と右足の動き。1も2も3も右手と右足の動きを使って、その動きが違うだけ。でも次は、手は右手、足は左足みたいな形で、右手左足左右違うものを使ってあげるというと、脳はかなり混乱しますね。違うアレンジ方法もできます。例えば、1って言ったら1を動くんですけど、っていうようなのがさっきの動きでしたね。ではなくて、例えば1、2、3、真ん中に言った数、つまりどの番号をやるかを全部聞いた後もまだ分かんないですよ。例えば1、2、3、一番最初って言ったら一番の動きですよね。例えば2、3、1、一番最後って言うと1の動き。その中でしっかり記憶したもの、その記憶したものの中でどれを必要にしているんだっていうのを考えながら動く遊び、素早さを鍛えられる遊びです。本日の遊びもぜひ楽しんでみてください。スピード信号をぜひ楽しんでみてください。ありがとうございました。